お待たせ。みやびちゃんに木島くんとキスしたか聞かれて、そもそも付き合ってないから質問が変だけど、勉強あるし好きなのに何もないの。私たちって何なんだろう。あれ、私なんだか泣きそうだよ。してみる。勉強あるもんな。私何したの。あ、いや嬉しいから。でも約束したのに、うん、俺も約束破ったから大丈夫、ごめんね。もっとしたい。真宙さん、そんなことしたら真宙さんが犯罪者になっちゃいます。大丈夫です。私どんなに記憶がなくなったって真宙さんを好きなこの気持ちは絶対に忘れません。私は真宙さんのことが大好きです。バカ野郎。こいつのこと返してもらうけど、いいか。行くぞ。なんでほっといてくれないの。うるせえ口だな。わかんないよ。今まであんたの鬼畜で無慈悲な行いのせいで散々な目に遭ってんだよ。ちゃんとはっきり言ってよ。だから世間一般でこういうのが好きってんなら。おい、大変そうだなナナミ。お前のピンチと聞いて飛んできてやったぞ。巴、高みの見物にな。助けてほしいのだろう。テナミ様、こんな奴に頭を下げるくらいなら。このバカ、一言言えばいいだけではないか。トモエ、私を助けろ。しまった。これでもクラス全員に配って超減ったんだ。ハズレ感のある雨。粘土？まずい。あれ、堀さん、どうしたの。飴取られちゃった。じゃあこっちの飴とかさ。ほんとだ、粘土味。この見える、あの木。手紙の木。うん、桜の木ねえ。まるで雪みたいじゃない。そうだね。その瞬間、僕を捉えたその不安はやがて緩やかに溶けていき、後には明かりの柔らかな唇だけが残っていた。閉じて。やるなら徹底的にやらなくちゃ。はあ、指先が冷たい。胸の音ばっかりうるさい。だって、
ビリビリした。キスとか初めてした。嘘。本当。気持ちいい。うん。もう一回。ごめんね。私のせいだね。アスナ。私。もう。キリト君には。メイドのことあいつらに言おうと思う。ま、俺は失望しないけどね。会長が何をしてようと。ほら証拠。何堂々と持ってんだよ。愛の。はぁ。ああ、奪おうとした会長が悪い。どうしよう。いくら何でも。取ってこようか。でも、で何やってんだ。最短距離。何言ってるんだお前。なんでそこまでしようとするんだよ。なんでって、そりゃ。鮎沢が好きだから。何やってんだ、何やってんだ。さすが俺。ほんとさすが大バカ者め。毎回。雪村君、あなたと恋愛的なことできるわよね。静かに。20デシベル以上の声を出すな。1、2、3、4、5。はずだぞ。これが証明というものだ。ひなた。何？昔の授業で地球最後の日に誰といたいかって聞かれた時、ひなたと一緒にいたいんだ。ウルト君。ひなた、俺に捕まれ。話すんじゃねえぞ。はい。ナルト君。ひなた、ありがとう。